調べるちゃん。ノートレお姉さんのアルミ缶高橋さんが今回は有馬温泉にちなんだ問題を考えてくれたよ。みんなはわかるかな。問題はこちらです。これが表す人物は誰でしょうか。テレビの前の皆さんも考えてみてください。何これ、もうものすごいややこしいやん。サン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 って書いてある。サン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 。高橋さんは得意ですか。私ですか、うん、すごく苦手です。途中から3がいっぱい並べられた50音表、これが表す人物は誰。すぐに分かった人はなかなかすごいよ。あいうえおかきくけこさしすせそ、立ちつてとってなるもんな。本当そうだね。あかさたなやもんな。何がどう、分かったことあった。いやもうサンコンさんしか出てこないとか。サンコンさん、オスマンサンコンさん、懐かしいね。オスマンサンコンさん。ブー、サンコンさんじゃないよ。サオリン、ヒントを出してあげて。どこから3になっていますか。それをいろんな言い方をしてみてください。たからずっとないってことやもんな。たからずっとないね。たがない。たから3しかないんですよ。たから全部3。たいこうさん。たいこう。たいこう。たいこうや。正解は、たいこうさん。正解です。豊臣秀吉。なるほど、秀吉のことだ。だから太鼓秀吉ですよ。そう、たから3を言い換えると、たいこうさん。たいこうさん。正解は有馬温泉を愛した太鼓豊臣秀吉でした。ちょっとその有馬に、うん、ちょっとかかってるんや。かかってんねや、うん、惜しかったね。惜しかったですね。ねえ、うん、惜しかったですよ。